皆さんこんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴ありがとうございます。今夜と言いましたが、朝昼見てくださってる方もいらっしゃるんでね、ありがとうございます。さて、今日月曜日です。月曜の夜、シーズン始まっても月曜の夜というのは野球がないこと多いんでね、負けずに済んだなんていう月曜日ではあるんですが、一昨年あたりはね、日曜日の勝率がオリックスは本当悪かったのね。去年は一つの負け越しで済んだのかな。去年はね、木曜日に負けまくりましたね。去年金曜日だけが勝ち越したのかな。そんなシーズンだったんですが、月曜日はゲームがないということで、一喜一憂することがない月曜日ではありますね。さあ、開幕を控えた今日の月曜日、皆さんから、このオーダーを、募集しておりまして、たくさん頂戴しましたね、ご意見を。で、さらっとご紹介してまいりますが、せっかくね送ってくださったんで、で僕も書いたのよ、ちゃんとね。で、全部いちいち読んでると時間ないんで、早乙女パプリカさん、願望ありということで、ジョーンズ選手がいるバージョンとないバージョンの打順を組んでくださってますね。で、ジョーンズ選手がいれば、この5番の DH という打順ですね。で、ジョーンズ選手がもしいない場合は、モヤを DH に使って5番にして、吉田を4番に持ってくるというような形ですね。ね、サードは福田選手で書いてくださっています。でね、皆さん本当ジョーンズありジョーンズなしで書いてくださっていまして、オープン戦の終盤にジョーンズ選手がね、欠場していましたんで、その動向がわからないということですからね。谷川文子さん、ジョーンズありジョーンズなし、ね、これも2パターン書いてくださいました。谷川さんの特徴は何かな。8番9番に太田と紅林を置いているということなんですね。皆さん、この1番佐野皓大はなんかもう決定ですね、1番センターはね。で、あとね、トシさんもやっぱりこんな感じです。偉いでしょ、ちゃんと書いて、みんなのね、テロップ作る編集能力が僕にはないですから、そのうち覚えますからね。で、りょうさん、犬さん、もこんな感じで書いてくださっています。で、みんな見るとサードは胸が多いんだよね、やっぱりね。最終戦のファインプレー2つ、あれが効いてますね。彼も故障もあってね、キャンプ宮崎は参加できなかったんだけども、ここに来て評価急上昇。大下もいるんだよ。大下っていう名前が一つもなかったのかな、今回ね。やっぱり金曜日の、記録はヒットなんだけども、実質エラー3つだよね。あれのイメージが悪いのかな。で、宗は逆に、昨日のファインプレー2つがね、効いてるのかなということですよね。で、あと宗佑さんもジョーンズありジョーンズなしということで、こんなオーダー、いちいち読みませんけども、こうやってご紹介しますんで、皆さんチェックしてください。はい、偉いでしょ、手書きでね。時間かかるんだよ。モルフェオさんとヤマッチョさん、はい、こんな感じ。ヤマッチョさんに至ってはですね、1番2番というところは、この出塁率にこだわって、クリーンアップに関しては OPS ね、ここ長打力を加味してということで組んでくださいました。というわけで、モルフェアさんはサードは宗か福田、 DH が T か杉本という感じではありましたね。で、ほぼほぼですね、皆さんの意見を、ご意見を集約しますと、1番センター福田、センター佐野皓大、これはもうね、決まりみたいな感じになってますね。で、あとキャッチャーはやっぱり頓宮ね。頓宮以外を書いた方はいなかったんじゃないかな。で、ショートも紅林も一択ですね。セカンドも太田ほぼ一択というところで、あとモヤが DH に入ったりファーストに入ったりということで、 T 岡田がレフトに入ったり DH に入ったりファーストに入ったり、吉田がレフトに行ったり DH に入ったりライトに行ったりという感じですね。そうですね、モヤであるとか吉田であるとかっていうところは、DH もこう、うまく回しながらっていうことになってくる可能性はありますよね。で、本当ジョーンズが開幕いるということになると、またちょっと変わってくると思うんですけどね。で、ショートも足立選手が、帰ってくると、開幕間に合うかどうかちょっと別問題なんですが、足立選手もそのうち帰ってくる。そしてロメロがここに加わるんですよ。だから当面この今皆さんが示してくださった打順、あれに近い形で僕も行くんだろうと思いますけども、
そういうことですね。伏見トライの名前がなかったのね。でやっぱりこれちょっと意外で、まあ、最後確かにもう頓宮で、行きましたんで、おそらく開幕はもう山本頓宮のバッテリーで入ってということになってくると思われますけれども、キャッチャーで打率一番良かったのは伏見でしょ、オープン戦、ですからそれを考えると伏見がないわけじゃないでね、開幕がライオン戦で先発が相手高橋光太でしょ。で去年のこの高橋の対戦見ますと、吉田が10打数の5安打ね、これ5割打ってるんだね。で、伏見が、5打数2安打うち1本がホームランで、あと T 岡田が10打数の3安打、まあ、こういった相性もあるということなんで、この辺を首脳陣監督が、まあ、どう評価するのかということにもなってきますね。だから場合によってはですよ、分かんないけれども、伏見トライ DH でも面白いんじゃないかなと僕は思っております。まあしかしこうやって見るとね、もう本当なんかだんだん中島監督のこの、オープン戦の終盤の起用法を見ていますと、こんな選手を使ってくるんだろうなという感じが見えてきますね。であとは育成で頑張っている田代とあと佐野幸和、この2人がさあ背番号が小さくなるのかどうか、これちょっと楽しみなんですけどもね。最後の最後までこのオープン戦1軍の枠で帯同して、そのなんか途中から上がってきてしっかりアピールしましたし、田代もずっとキャンプから A 班に入って、オープン戦も1軍に帯同していましたんでね、その辺の判断、まあ、この支配下になるかどうかというところもまた楽しみなのかもしれませんね。メッセージの中には、なんとか田代君、佐野幸和君を支配下にという、そんなメッセージもありました。ありがとうございます。というわけで真剣勝負の開幕までは、もうあと4日に迫ってきましたね。金曜日が開幕戦です。で開幕は何度も申し上げていますように、僕は、所沢には行きませんで、大阪のスタジオから YouTube ライブでチャット応援会、ビジターだけどオリビー機、をやります。BizTV YouTube チャンネルでぜひ皆さん無料でご参加いただけますので、ご覧ください。よろしくお願いしますね。岡田圭介さんと一緒に、頑張って、やります。3年生の頭、ここで僕勢いをつけて頑張りますので、よろしくお願いします。で明日はですね、京セラに行ってまいります。チームの午前中練習があるんですね、そこでちょっと取材をして、あとこの BizTV 用のインタビュー、あとパーリーグ TV 用のインタビューなのかな、そんなのもありますし、あとこうビーズタイム、ビーズタイム今年ちょっと仕様が変わるんですが、このインタビューと、まあ、それをしてまた原稿書かなきゃいけないんですが、そういったことで取材に行ってまいりますので、そんなリポートも、明日はできればいいかなというふうに思っております。今日も最後までカズチューブご視聴ありがとうございました。そしてたくさんの皆さんからのオーダー頂戴しまして本当ありがとうございました。今後も何か、質問であるとか、このカズチューブに対するメッセージなんかありましたら、コメント欄の方からどうぞよろしくお願いします。今日もありがとうございました。